世界のジャパンチャンネルへようこそ。今回のナビゲーターの白鳥さんです。ところ変われば品わかるとはよく言ったもので、土地が変われば習慣や風俗は変わってくるものです。同じような目的の部屋も国が違えば随分違ってくるようで、その様子を比べた写真が話題になっていました。今回は日本とトルコの美意識の違いに関する話題と、この話題を知った海外の人たちの反応をご紹介させていただきます。この動画が少しでも良かったなと感じていただけたら、チャンネル登録と高評価ボタンをお願いいたします。それでは行きましょう。天皇陛下の執務室である皇居宮殿の表御座所菊の間と、トルコ最大の都市イスタンブールの行政機関のオフィスの写真を比べて比較している様子が話題を呼んでいます。菊の間は非常にシンプルな内装、木製で何の装飾も施されていない執務机、壁に沿うように置かれた書棚も飾り気が一切なく、床の敷物も木製の家具の色と調和するベージュ色の無地のものです。調度品は棚の上に置かれた壺などが 2,3 点と、壁にかけられた風景画のみで置かれているものが少ないため、空間が広く使われている印象。普段のテレビ報道などでは、天皇陛下が地方へのご公務での様子を伝えるものが多く、天皇陛下のお仕事といえば、海外の要人との会談や様々な施設へのご訪問ばかりだと思っている人も多いのではないでしょうか。実は天皇陛下のご公務は書類仕事も大変に多いのです。日本国憲法によって天皇が行う国事は定められており、内閣総理大臣や最高裁判所長官の任命や国会の召集のほかに、法律や条約の公布、栄典の授与、外交文書の認証、外国大使の信任状の認証などを行われています。閣議決定された書類は毎回閣議の後に天皇陛下のお手元に届けられ、すべてをご覧になった上でご署名やご押印を行っており、その件数はなんと年間1000件以上に上るのだとか。こうした書類仕事の多さを考えると、シンプルで十分な広さの執務机は実務を行うための機能的なものであると言えるでしょう。また写真の時代を遡ってみると、現在の天皇陛下がお使いの執務室は上皇陛下がご在位中にも使われていますし、なんと昭和天皇が執務されている写真にも同じ書棚、同じ絵画が飾られており、現在と内装がほとんど変わっていない様子がわかります。戦後の歴代天皇は華美な装飾が施されていない執務室を使っていたのですね。一方、比較対象に挙げられていたイスタンブールの行政機関のオフィスは天皇陛下の執務室とは対照的。写真に写る人たちが腰掛けている椅子は赤い布地に金の刺繍が施され、足や背もたれ部分にも金の装飾がされています。カーペットも豪華な模様が織り込まれており、窓を飾るカーテンや窓枠にも意匠を凝らしたものが使われています。この部屋は実務を行う部屋ではないのか、書き物机はなく猫足の小机が数台ありますが、どれも金の装飾が美しいものばかり。その部屋の空間は豪華絢爛に様々な装飾で埋め尽くされているようです。もともとの建築様式が違うため、単純に比較してどちらがいい悪いと議論するものではないと思いますが、それぞれの文化や美意識の違いが一目でわかる写真であると言えるでしょう。この話題を知った海外の人たちから様々な反応が寄せられていますので、その一部をご紹介します。海外の反応。実に日本らしいし、実にトルコらしいいい写真だね。それぞれの美意識の違いを端的に表現していると思うよ。そうだね。両国のメンタリティの違いがはっきり出ていて興味深いね。日本のように豊かな国ならいくらでも豪華な部屋が用意できるのに、あえてシンプルにしているんでしょ。日本でこういうのを行きって言うんだっけ。我々のような豊かではない国は虚勢を張るしかないのよ。国のトップが自分たちの姿を国民にどう見せたいのかと、意識と美意識が違うんだよ。豪華で贅沢な富を見せつけて威厳を示すのか、
国民に尊敬される佇まいを見せて威厳を示すのか。トルコ人は豪華さに権力を感じるけど、日本人はそうではないってことさ。天皇の執務室だってシンプルではあるけど、決して安物なわけじゃないからな。少なくとも俺らの給料で買えるようなものは置いてないだろうよ。正直、日本の天皇の部屋には魅力を感じない。質素すぎないか。豪華であることにパワフルさと豊かさを感じる。俺は生粋のトルコ人だからな。日本の家は小さいから必然的に物を多く置かなくなるとか。日本人全体がそうだとは思えないけど、皇室は一つのものを大切に長く使うと聞いたことがあるよ。国民の税金で暮らしているという意識がきっと高いんだろうな。無駄に飾り立てることしかしないうちの政治家たちと違って。日本ってやっぱり特殊な国だな。あんなにテクノロジーが発展していて、東京なんて未来都市のようなのに、古代から続く伝統も滅びることなく続いているんだ。古い時代からの意識を持ちつつ、最先端の技術を使いこなしてるなんて、こんなことあるのかって思うよ。でもまあ、それも日本人だからの一言で納得しちまうんだがな。本当にそれな。どうなってんだよ日本人。トルコも国の歴史だけは長いのにな。日本は世界に冠たる経済大国で、天皇はそんな国のトップに立っているんだ。見栄を張ったり虚栄心を持ったりする必要性は全くないだろう。わざわざ飾り立てなくてもその権威は揺るがされないからね。もちろん個人のお人柄も大きいだろうがね。日本は歴史的に自然災害とかいろんな国難とか多かったし、そういう国は自然と謙虚になるんだろうな。日本人以上に謙虚な国民はこの世界に存在しないよ。だから僕は日本人の精神性をお手本にしているんだ。華美な装飾を求めない天皇や皇室の在り方が、日本が世界で最も権威を集める国になった理由の一つだろう。彼らは国家としての威厳を守り続けているんだ。そうだよな。こういうところで国の偉大さがわかるものだよ。これが虚勢を張らなきゃいけない国と、その必要がない国との差だ。日本人は複雑さではなく、簡素さに美を見出すからね。絵画で比べるとよくわかるよ。西洋画はキャンパスの隅々まで描き込もうとするが、水墨画なんて必要なものしか描かないし、それどころか使う道具も筆と墨汁だけだぞ。言われてみれば、俳句や短歌もわざと短い文章にしてるな。日本人はあの文字数で何が言いたいのか読み取れるっていうから不思議だよ。アメリカの大統領が日本を訪れたことがあった時に天皇と会談をしてるんだが、そこで使われた部屋も恐ろしくシンプルだったぞ。木製の家具と花が生けられているだけなんだ。普通要人を迎える部屋って、その人に釣り合うような価値のある装飾で飾りつけるもんじゃないの？みんな日本のを褒めるけどさ、正直俺がリッチに見えるのはイスタンブールのだよ。日本のも悪くないよ。ただ日本でならね。それぞれの国の文化や歴史が違うんだから、価値観が違って当たり前だろう。まあ日本が特殊って感じるのは否定しないけどな。以上が海外の人たちから寄せられた反応です。日本の執務室を称える人、やはり西洋風の豪華な部屋の方が素晴らしいと感じる人、様々でしたね。日本と西洋のこのような違いはどのように生まれたのでしょうか。そもそも日本と西洋では建物に対する考え方が違うのだそう。西洋の中世キリスト教的自然観では、自然も人間も創造主である神によって作られたものであり、人間は自然を支配して統治するものであるとして、神に似た形に作られたとしています。つまり中世キリスト教的自然観では、絶対的な存在として神がいて、その下に人間がいて、さらにその下に自然があるという階層的な構造になっているのです。そのため家は外の自然の厳しさを遮断してコントロールし、家族を守る城壁の役割を担っているのだとか。自然から隔離した室内を美しく快適にするために、格式美や室内装飾が発達し、西洋の住まいの概念が作られていったのでしょう。西洋では自然は支配するものとされた一方で、日本では逆らわず共存するものと捉えられてきました。台風や地震などの人の力では太刀打ちできない規模の自然災害が多い気候と、
その自然によって左右される農耕民族であったことも、自然を受け入れ上手に付き合っていこうとする理由の一つにもなったのでしょう。神の存在についても、あらゆる場所やものに宿っておると考え、日々祈りや感謝を捧げて共存していくというあり方は、西洋との違いが現れていて興味深いですね。自然と共生する日本の考え方は建物にも現れています。西洋と違い、自然と隔離した空間にするのではなく、主に夏の暑さ対策として風が通り抜けやすい構造になっています。縁側や濡れ縁と呼ばれる外の空間に作られながら、部屋の延長線でもあるものを見ても、日本家屋が外の自然を遮断するのではなく、むしろ家を自然の続きと見ていることがわかります。京都御所紫宸殿の庭は、西洋の宮殿庭園に見られるような花壇や彫刻や噴水は全くなく、ただ一面に白い瓦礫を敷き詰めただけの正常な空間です。また伊勢神宮は、仏教文化とともに入ってきた色鮮やかな装飾や色彩を取り入れることなく、今日に至るまで簡素な白木造りを受け継いでいます。人の手による装飾など付け足すことはせず、むしろ必要最低限のものだけを残し、余計なものを削ぎ落としていくことで、見るべき美を際立たせようとするのは、日本の美意識の一つの大きな特色であると言えるでしょう。完成された豪華なものよりも、少し何かが欠けているものや静寂を好む日本人の美意識は、余白の美として現れ、あえて何も描かれていない空間があることで、見る側の想像力をかきたてられ、イメージを膨らませるのだそう。京都の龍安寺が有名な枯山水の石庭は、まさにその代表と言っていいでしょう。水がないからこそ水を感じさせる枯山水。皆さんも機会があれば、ぜひ直接訪れて、わびさびと呼ばれる日本特有の美意識を体験してみてくださいね。日本ならではの良さをご紹介してきましたが、もちろん極彩色の仏教文化や近代の西洋文化の影響を受けて、日本にも趣向を凝らしたきらびやかなものもあります。これから観光地を訪れた時に、これはとても日本的だな、こっちは色鮮やかだから外国の影響かな、という視点で見てみるのも面白いのではないでしょうか。動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が少しでも良かったなと思っていただけましたら、グッドボタンとチャンネル登録をお願いします。当チャンネルは毎日更新していますので、またのお越しをお待ちしています。